はい、皆さんこんにちは。EXILE ジミカグのアケラムネです。今回はですね、3代目 JSOUL BROTHERS ライブツアー2024アップグレード席に対して物申したいことがありますということでやっていこうと思います。はい、ついね、昨日かな、アップグレード席の当落状況がね、 SNS でよく見かけるようになったんですけれども、まあね、2つほどね、まあ言いたいことがありまして、まず1つ目はね、アップグレード席が、まあ、アリーナ席に対してどれぐらいの割合を占めてるのかっていう風なことをしっかりと、まあ、明示してほしいなと思いました。例えばね、アリーナ席が100席あるとすると、まあ、そのうち70席がアリーナ席、70席がアップグレード席なのか、60席がアップグレード席なのか、20席がアップグレード席なのかっていう風に割合をね、アップグレード席の割合をしっかりと言ってほしいなって思いましたね。はい、やっぱり一般応募する側からするとね、少しね、まあ、不安と言いますか、なんかね、むしゃくしゃしたね感じがするので、まあ、それがまず一つ目と、で二つ目に関しましてはね、まあ、元からアップグレード席の位置は決められてるのかっていう問題で、まあ、例えばね、ステージ最前列はこれはもう全部アップグレード席の人しか座れませんよ。それか、アップグレード席だけじゃなくて、一般応募でもステージ最前列は当たりますよっていう風なことをしっかりと言ってほしいなと、はい、思いましたね。はい。まあ、最初からね、確定しているのか、もしくはね、アップグレード席はランダムなのか、アリーナの中でランダムに、選ばれるのかっていう風なことをね、言ってほしいなと思いましたね。なんでね、もうね、次からね、言ってほしいなと、はい、思います。